その南海トラフ巨大地震が起きた際に県内で最も早く津波が来る恐れがある愛南町。町内の学校では防災教育に力を入れる中、先月の地震で危機感が高まっています。犠牲者を出さないために何ができるのか、地域と一丸となって行う小学校の取り組みを取材しました。愛南町にある全校児童41人の柏小学校、海抜 7.1 メートルの校内の柱には南海トラフ地震で想定される津波の高さが記されています。玄関には児童全員分のライフジャケットとヘルメットを用意、抜き打ちの避難訓練のほか日常的に防災学習を行うなど災害に対する備えを進めていますが、1ヶ月前の地震で危機感はさらに増したといいます。想定外のことが起こりうるっていうことは今回の地震でも痛感したところです。なのでさらに発想力を広げて様々なシミュレーションを想定しつつ、その中で何ができるかっていうことを考えていかなければならないなということは痛感しました。この柏小学校で去年から力を入れて取り組んでいるのが防災マップ作りです。児童たちは実際に校区内を歩いて災害が起こった時の危険な場所や安全な避難ルートなどを1枚の大きな地図にまとめました。完成した防災マップは有事の際に役立ててもらおうと地域の人たちにも発表しました。そして昨日、子どもたちは自分たちが住んでいる地域を改めて歩きながら辺りを見回して危険な場所がないかを確認しています。地図をさらに充実させようと取り組む児童たちは地震から1ヶ月が経ち、改めて被害の状況や町に潜む危険がないか校外でチェックすることにしました。ここなかったっけ。あ、Google で見たら確かあった。その下はなんと2年前ぐらい。下は割れてたよね。これ割れてなかったような気がするんだけど。じゃあみんなちょっとストップ。異変に気づいたら立ち止まりチェック。その電気じゃなくて危ないポイントをみんなで話します。通学路沿いにある住宅の石垣は地震で一部が崩れていました。崩れたのはコンクリートで止まってるし、見てケンクリート、ほらコンクリートで丈夫ね。被害のあった部分が修復されているのを確認。実はこの場所は去年子どもたちが作成した防災マップで危ないのではと指摘していた場所でした。見える山があるんです。さらに地滑り対策を行っている工事現場ではどんな作業をしているのか教えてもらいました。網があるんやけどこっちにはないやろ、はい、でこれを今からこっちにまたこれを作って上に網を張ってこの人の家とわっくん家を守る網をする工事を今しおります。こんにちは。地域の人に声をかけ話を聞くこともフィールドワークの重要なポイント。向こうには学校を飛び出し地域とつながりながら子どもたちは多くの大切な学びを得ることができたようです。土砂崩れやいろいろ落ちててびっくりした。地滑りとかが起こることがあるから止めていることを知りました。もしも今度津波やら地震やらいろんなことが起きてしまう時があっても地域の人全員で逃げてみんなを助けたいと思いました。子どもが変わることによってお家家庭だとか地域だとかが変わってきたわけなんですよ。自分のことだけでなくって家族や地域のことに地域の方々へ視点を持っていけれる、そういうふうな広がりになってほしいなって思っています。防災学習はもう繰り返し
巻き返しするっていうことがやっぱりとても大事だというふうに思っています。終わったから学んだから終わりではなく、やっぱりさまざまな状況が変わってくると思いますので、今自分たちができることを少しずつ少しずつ繰り返していくっていうことが大切だと思っています。地域の命を守る子どもたちの取り組みが続きます。今回お話を伺いまして、地震が起こった時に子どもたちが率先して家族を避難にこう誘導したという、そういったケースもあるということで、着実に力はついているということです。そしてですね、マニュアルではなくてその都度考えて行動する、そういったことがですね、大人の私も勉強になりました。